中学生に解けるのに大人が間違いやすいクイズですのよ。皆様こんにちは。私は野行理系学園の理事長、衣食住院雅子でございます。僕は執事のセバスチャンですね。このアニメは知って得する農林水産業の豆知識ですの。今回は趣向を変えてみました。貿易の豆知識クイズよ。ニュースでもよく聞く言葉だね。ニュース？遅れてる。今時ニュースに頼ってんの？私は SNS ばかりよ。 SNS ばかりだと情報が偏るよ。いろいろな情報源を見て比較する方がいいよ。私は SNS と勘で大丈夫よ。どんなクイズでも解いてみせるわ。まあまあ、お二人ともお静かにですにゃ。クイズですにゃ。アメリカは牛肉輸出国ですか？はい、答えは石森章太郎先生。なんで関係のないこと言いますにゃ。問題文を読み上げるときにガがついたら、次は関係ないことを質問するからよ。それ、大昔のテレビでよくやっていたネタじゃん。ガの後に、どんなクイズが来ると思ったのかしら。NHK の朝ドラモネは宮城県が舞台でしょ。バズマフもモネを応援してるの。だから、宮城が生んだ偉人を訪ねると思ったの。まあ、でしたら、一緒に、大友克洋先生や荒木博彦先生や五十嵐美京先生も言わなければ。今その話題じゃないですにゃ。アメリカは牛肉輸出国ですが、次の文章は正しいですか？アメリカ国内では食べきれないほどたくさん牛肉を生産してるから輸出している。さあ、丸かしら×かしら。丸に決まってるじゃない。何その自信。日本だってお米やお茶がそうじゃない？じゃあ私は×。なんで？この話って実はホットドッグの豆知識と関係するよね。まあ、静香さん知ってたの？てわけでうさこさんは必殺でパーン。いやー、やめてー。ポン。峰打ちですにゃ。このクイズは実は大人ほど間違いやすいのよ。あなただけじゃないの。猫パンチできませんにゃ。私はこの中学生向けの副読本を読んで知っていたのよ。コロナ前のデータだと、アメリカの牛肉輸出量と輸入量はほぼ同じだね。同じ量を輸出して同じ量を輸入？わけわかんない。アメリカ国内の肉を食べれば済むことじゃない。普通そう思うわね。これにはきちんとした理由があるのですわ。ステーキ向けなどの高級牛肉を輸出して、同じ量の値段の安い牛肉をオーストラリアやニュージーランドなどから輸入しているの。輸入肉はアメリカの国民食ホットドッグになるんだよね。アメリカじゃ毎日食べる人もいるじゃん。あれって国産豚肉じゃないの？アメリカでは牛肉か牛豚合いびき肉ですわ。輸入牛肉をホットドッグにして販売することで、輸入や加工など様々な職業の雇用が促進されます。輸出国との関係も良くなりますの。同じ重量を輸出して輸入しても、金額で考えるとアメリカは牛肉輸出国になります。知れば知るほど統計データって奥深いんだね。あなたは去年も統計の読み間違いでお騒ぎ起こしたでしょ。迷惑かけないように気をつけます。もう迷惑かけないでね。このアニメ、衣食住院雅子は農水省の理系職員が手作りしてますにゃ。これからも食べ物や飲み物、花などをテーマに会の勉強に役立つ面白ネタを紹介しますにゃ。視聴者に喜んでもらえることが作者の喜びですにゃ。Twitter、Facebook、Instagram などで他の方にもお勧めいただきますようよろしくお願いしますにゃ。Bye.